ちょっと声があれなんですけど、いや本当に、毎年セミナーをサポートしていただいてるし、やっぱ自分自身そういう睡眠とかね、アスリート大事なので、そういう意味でも、こない間、そういうのを、マリオフレックスに、ね、サポートしていただいてるので、まあ、今日も、来シーズンにいい撮影ができたらいいのかなと思います。いつも同じものを使わせていただいてるんですけど、すごく体に自分自身合いますし、本当に寝心地もすごくいいので、非常にいい睡眠が取れています。まあ、毎年日本でやらせていただいてますし、やはり、いつも使っているユニフォームでやらせていただいた方が僕自身も気持ちがいいので、まあ、デビューもいいと思うので、まあ、楽しみにしています。ちょっと風邪ひいてましたね。それこそホテル暮らしなんですよ。ちょっと乾燥してます。なので、すいません、20日ですか。仰向けで。寝返りとか寝返り出ないので、だからちょっと睡眠の質は、まあ、ホテルっていうのもありますし、ちょっと良くないですけどね、今は。もうリハビリを本格的にやってますし、まあ、来シーズンに向けて、いい準備ができたいなと思います。まあ、ずっと固定したんで、今は可動域を広げていって、まあ、肩甲骨周りやったり、まあ、そういうものの地道なトレーニングが多いです。まだ具体的なプランというのはですけど、近いうちにグランドレベルで練習を再開できると思うので、まあ、そうですね、なので割と順調ですし、早い段階でピッチでのトレーニングに移れればいいと思います。この前チリ戦ですね、後半少し見ましたけど、まあ、でもやっぱり前線にもいい選手が揃ってますし、まあ、攻守においてやっぱレベルの高い位置なので、まあ、そういう意味はやっぱり強いだと思います。チームのドクターとも、まあ、話さなきゃいけないし、メディカルのスタッフとも話さなきゃいけないんで、そこはちょっとまだ分からないですけど、まあ、でも皆さん楽しみにしてくれてるゲームでもあるので、まあ、チームとして素晴らしいゲームができている。